どうも、ベタです。パワープロやっていきたいと思います。はい、本日は栄冠ナインやっていきます。そして、今日はですね、夏の甲子園大会準々決勝やっていきたいと思います。黄金世代最後の夏。この夏も、最後までいけるかな。優勝したいね。では、とりあえずミートバッティングしていきます。おー、もう50連勝してたんか。負けなしか。やるね。ずっと勝てない勝てないで自分悩んでたんですけども、なんとか勝てるようになってきた。そっから50連勝。黄金世代3年間勝ち続けて50連勝ですね。まあなんとか、ここまで来たか。さあ、最後まで勝っていきましょう。で、とりあえず球速測定でいいかな。で、相手なんですけども、伊丹工業。皆様これ、覚えてる方はいると思います。もう4大会連続ですね、当たるの。自分甲子園出始めて、春の大会から、ずっと、伊丹工業当たってます。で、まあなんで覚えてるかといえば、まあ、キャッチャーが古田なんですよね。古田、池山、あと小山。で、鈴木啓治とか、そこら辺がいるんで、まあ、普通に転生選手としてはかなり固まってるところです。さあ、ここに勝って、ベスト4となりましょう。さあ、球速測定。塚田くんの速球上がってくんないかな。お今泉、シンカー7じゃん。1年生でシンカー7か。次覚えさせないといけないな。で、塚田くんの速球上がりました。よかった。で、屋敷くんも肩が上がってる。ワンチャンあるぞ、これ。ワンチャンある。さあ、準々決勝、頑張っていきましょう。で、滝くん行こうかな。久しぶりに滝くん。やっていきます。荻野くん、絶不調か。まあいいや。このまま行きます。塚田くん絶好調なんで、まあ勝てるでしょう。熱戦が続く戦いもベスト8が出揃い、準々決勝へと進んでいきます。甲子園大会準々決勝、第3試合の模様をお届けいたします。一塁側、兵庫代表、強豪、伊丹。よろしくお願いします。西の横綱、先行チーム。はい、やっぱりこのチームですね。田口も転生かな。で、ツーアウトランナーなし。珍しいな。倒れたのか、笠原と、菅原と屋敷は。で、相手はやっぱり古田くんか。この人ね、1、2、3番以外で盗塁なかなかできないんですよね。で、松本も転生で、田口も転生かな。で、やっぱ池山がいて、坂口。で、ピッチャーも、転生揃いなんですよね。小山くん、大谷くん、で、鈴木。で、清水だけ違う。あれ、清水もか。どこの清水だろう。OB、わかんねえな。あ、もしかしてロッテの清水かな。スプリットだから、まあ、ロッテの清水ですね。まあ、揃ってますね。ロッテの大谷もいるし。はい。では、とりあえず、打っていきましょう。で、セーフティーバントもいいんだよな。行こうか。さあ、決まる？サードが取れば決まる。ナイラン。お、いけんじゃない？いけんじゃない？サードまでいけるよ。いかないか。走ればいけそうな感じするけどね。はい、まずは1点取ってます。矢部くんが打ってくれたんだな。盗塁1か。厳しそうだな。いいや、打っていこう。で、滝くん、あと1本ホームラン打てばね、10本です。さあ、打ってくれ。うちのチームで多分ホームラン10本打ったやつなんていないんで。ないバッティン、しぶとい当たりですね。はい。おお、矢部くんまた打ってくれたかな。で、塚田くん。才能開花か。まあ、使っちゃおう。で、お任せ。さあ、打て。残念。おラッキー。いいですね。ラッキー。で、屋敷くん、セーフティーでもしようか。サードに、無理か。ナイラン、いいですね。さすがです。で、菅原くん、打っていこう。で、ラッキーボーイ。チャンス、上がっていく。で、流し打ちでいいや。はい、ナイバッティーン、さすがです。はい。2点追加。で、滝くん打っていこう。
で、これは引っ張っていこうか。はい、ナイバッティン、さすがチャンス。で、滝くん盗塁かな。で、矢部くん、あ、さっきは無理だったのか。とりあえず急成長の盗塁ですね。はい、余裕です。では矢部くん頑張ってね、打っていこう。はい、ナイバッティン、おお、ホームラン入る、ナイス。さすが矢部くん、もう覚醒してますね、うちの4番として。ナイバッティン広角に打ってくれる、助かります。もうこれで相手ノックアウトでしょう、さすがに。はい、まだまだチャンスは続きます。で、盗塁しよっかな、投げないでしょう。はい、やっぱ投げない。はい、ではピッチャーも変わってますね。さあ打っていこう、山根くん、お任せで。あ、これは犠牲フライになる、あ、無理か、さすがに無理か。で、荻野くん絶不調ですが、なんとかヒット打ってほしいな。阿部比、さあ打て、ラッキーラッキーラッキー、ヒットエラー、ヒットか、よかったよかった、ラッキーですね。で、塚田くん引っ張ろうか。うん、打とう。さあ打て、ボールだよ今のは。え、走れ、競争だ、残念。塚田くんじゃ無理だからな、菅原くんとかだったらセーフだからな。で、ランナーで相手もうエラー3つもしますね、ありがたい、ありがたや。はい、では滝くん打っていこう。1本ホームラン打ってくんねえかな。第15、さあ打て、あー三振か、残念。おっと、抑えられてるな。さあ塚田くん抑えていこう。うーん、今日三振取れてないな、あまり走ってないのか球が。はい、セカンド、ナイスセカンド、さすが守備。あーっと、おい、セカンド滝くんしっかりとしろ。ここはゲッツーシフトでいこうかな。でも三振取りたいな、古田くん。はい、ファースト、ゲッツ取る。はい、ナイス。危ねえ、ファーストちょっともたついたからな。危ねえ。さあ、菅原くん、打っていこう。で、これは一回盗塁しようかな。屋敷くんだからセーフでしょ。はい、ナイラン、いいよ。で、セーフティーしよっか。いや、流し打ちでいこう。はい、ナイバッティーン、さすがですね。うちの2番はよく打ってくれる。10点目。で、滝くんホームラン打ってほしいな。はい、ナイバッティーン、打球が速い。で、ここで一応盗塁しよっか。盗塁して、はい、ナイラン、いいよ。では一発打ってもらおう。広角に流し打ちで打てるでしょ、君なら。あー、犠牲フライでは十分だ、多分総力 S だしね。はい、ホームにも投げられない。では笠原くん打っていこう。とりあえず広角に、あれ、まあ進塁だか、あ、ラッキー、あー残念。で、藤野くん急成長、まあってよかった。では打ってください。もう3割5分近く打ってんのか、藤野くん、さすがだな。残念。では抑えていこう、ノーアウト1塁。まだもうちょっと塚田くん投げよっか。あ、でも変えてもいいかな。まあでもこの打者は行こう。はい、セカンド。あ、ゲッツー取っちゃったら変えられへん。変えよっか。
はよ。大野くん、頑張って。田口なら抑えれるでしょう。さあ、ゲッツーで。大野くんを育てたいんだな。ちょっと打たれすぎなんですよね。はい、おわー、もったいねー。矢部くんが肩強肩見せたのにな。残念。で、坂口。さあ、ゲッツーシュート。さあ、抑えていこう。フォアボールダメだよ。ここフォアボールダメだからね。おお、ナイビッチボールと思った。俺普通にフォアボールかと今思っちゃいましたね。はい、サード。ナイスサード、いいですね。エラーが多いな両チーム。うん、ではここから継投でいきます。まずは若月くん抑えていこう。で、急成長を使っていきます。低め中心。おーおー、打つねー打つねー、池山くん。どうしよう。まあでもゲッツーシュートで三振。ナイピッチー、いいですね。ではピッチャー変えます。木塚くん、さあ抑えていこう。で、守備も変えとこうか。望月くん出して。で、こうかな。はい、いきます。くせ者。はい、スカンド。来月、宮川くん出す暇なかったけど、11対0。問題なく勝てましたね。はい、何か得能を覚えてくれるかな、こんなに圧勝したら。さあ、どうでしょうか。え、塚田がチャンス E になった。マジか、もったいねー。お、滝くんが逆に覚えましたね。補給が95か。100なりそうだな、これ。下手したら。塚田もったいないことしたな。速球上がってないし。チャンスに打てなかったのか。でも、ピッチャーでね、打撃も求められる、ちょっと大変ですね。おお、矢部くん、広角打法。いいね。むっちゃ覚えてる。今回いい感じになりましたね。で、屋敷くん、肩が88。あと2だ。エースなるかな。微妙ですね。うん。まあ、チャンスいいわ。目をつぶろ。滝くんが、まさかまさかの、固め打ちとか覚えた。はい、ノリノリ。いいですね。お、練習指示、ここで来たか。ここで練習指示が来た。いやー、塚田くん、速球169、170乗せたいな。でも、スライダーも上げたいんですよね、スライダー。もうちょいなんだ。いやー、スライダー上がってくんないかな、勝手に。惜しいですね。では、本日はここまでとさせていただきます。次は、準決勝から戦っていきましょう。はい、では次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さようならー。